私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私のママ友に、みどりさんって人がいるんだけど、こんなことは言いたくないんだけど、気持ち悪いんだよね。最初は私の髪型を真似したことから始まったの。だけど今は持ち物や服装まで揃えてこようとして、こういうのどうすればいいんだろう。ちょっと何してるの？私の家の洗濯物の写真を撮らないで。何言ってるの？別になるみさんの家の洗濯物を撮ったわけじゃないわよ。そんなはずないでしょう。家の庭に侵入して思いっきり写真撮ってたじゃない。撮った写真を全部消して。そもそも外に洗濯物を干す方が悪いんじゃないの？私はただ景色の写真を撮りたかっただけなのに、わざわざ私の庭に侵入して、そんな嘘が通じるわけないでしょ。嘘じゃなくて本当なの。私結構音痴だから、なるみさんの家に入っていたこと気づかなかった。この際だからはっきり言わせてもらうけど、最近のあなた変だよ。変って何が？最初は私の髪型を真似し始めて偶然かと思ったけど、わざわざ私と同じ美容室に行って同じような髪型でってリクエストしたらしいね。ん？そんな事実はないけど。それから服装もそうよ。私が持っている服とお揃いにしてきたり、持ち物も私が持っているものと同じようなものを買っているでしょ。なるみさんはブランド物を好まないでしょ。だから偶然同じような服や物を買うことなんてあると思わない？わざわざ同じ日に同じ服装をしてくるのに疑わないわけないでしょ。自意識過剰は良くないわよ。じゃあ今さっき、なんで私の洗濯物の写真を撮っていたの？あれって私が持っている服を検索するためじゃないの？そんな暇人みたいなことするわけないじゃない。さっきも言った通り、景色の写真を撮ってて間違えて庭に行っちゃっただけ。写真も消したから安心して。本当に消したか確認したいんだけど。いや、スマホの中はプライベートだもの。なるみさんに見せるわけないでしょ。本当に写真消してくれたの？本当は消してないんじゃないの？写真を撮って同じような服を買うためなんじゃないの？もうやめてよ。まるで私がなるみさんの真似ばかりしてるみたいに。だって実際そうでしょ。服装や持ち物がちょっと似ていただけでそんなこと言うの？なるみさんがそんな人だと思わなかった。ここ最近ずっと不気味なのよ。食事買いに行けば同じような服装、同じような髪型。行きつけの美容室に行けば友達を紹介してくれてありがとうございますって言われて、何のことかわからないから聞いたら、みどりさん、私の紹介だって言って美容室に行ったんでしょ。いやーね、何でもペラペラ喋る美容室の人って、こういうのって普通話さないものなんじゃないの？認めるんだね。認めるも何も。なるみさんの髪の毛が綺麗だから気になってただけ。同じ美容室に行けば私の髪も綺麗になるかなと思って。それでわざわざ髪の毛を染めて同じようなカットも頼むんだ。へえ、それが普通なんだね。別にいいじゃない。じゃあここだけの話、正直に言うわ。私、なるみさんに憧れているの。憧れてる？なるみさんみたいにバリバリ仕事ができて、しかもイケメン社長と再婚だなんて、そんな人なかなか周りにいないもの。だから私もなるみさんみたいになりたいの。まずは形から入ったら仕事だってきっと手に。就職ができる。見た目を真似したところで仕事ができるようになるわけじゃないよ。そんなことしている暇があるなら面接を受けた方がよっぽど身になると思うけど。今の私じゃダメなの。まずはもっと綺麗になって、なるみさんに近づかないと。なるみさんと一緒になれば大手企業で働くこともできるし、今のダメ旦那を捨ててイケメン社長と結婚できるはず。あなた考え方おかしいよ。見た目とか持ち物を一緒にすれば私と同じ人生を歩めると思ってるの？性格も考え方も違うんだから、そんなの無理に決まってるでしょ。だからこうやって真似してるんじゃない？なるみさんの真似をするためにまずは形から入っているの。そうすればいつかきっと私もなるみさんと同じような勝ち組人生を歩める。あ、そうだ、どうせバレちゃったんだから聞いておこうかな。なるみさんのお子さんは習い事してるんだよね？それが何？どうせだったら娘もなるみさんの娘さんみたいになってほしいから、今までやってきた習い事を教えて。今は確かスイミングスクールに通っているんだっけ？あら、もうやめたんだっけ？ピアノとかもやってたって聞いたけど今もやっているの？
家に帰ってどれぐらい勉強させてる？うちの子は成績が悪いからこれから毎日勉強漬けにしないと。ちょっと落ち着きなって。普通に怖いし真似されると不愉快なんだけど。あなたが不愉快かどうかは関係ないわ。だって私はこんなにも楽しんだもの。精神科に行った方がいいんじゃない？なんか根本的に直した方がいい気がする。いいじゃない、少しあなたの真似をするくらい。写真撮ったとしてもそれを SNS でばらまくわけではないし、ただ個人用の写真なんだから。それが嫌だって言ってるの。髪型とか服装を真似されるのも嫌だけど、子供はあなたの道具やおもちゃじゃないんだよ。うちの娘と同じような人生をとか言ってるのも意味わからないし。だってなるみさんのところの教育は完璧でしょ？なら同じようにした方が絶対に幸せになれるじゃない？それに将来いい子に育ってくれれば私の面倒も見てくれるだろうし。あ、でも私は数年後にイケメン社長と結婚するから娘がいなくても大丈夫か。この人違う意味で怖いわ。ドタキャンするとかお金払わないママさんの方がまだマシ。みどりさんは違うタイプのドキュンで怖。え、それは困るわ。なるみさんと同じになりたいのに変な人だと思われたら困る。どこをどう直せばいいのかしら。いや、だから真似をしないでって言ってるの。私の教育だって 100% 完璧ってことは絶対にありえないし、今までの人生もこれからの人生だって失敗することもあるし。でも今あなたは勝ち組じゃない？イケメン社長と再婚してお腹の中に子供がいる。今いる娘さんもすごく勉強ができて優しい性格で、なるみさんは大手企業の役職者で家は子だって。ああ、こうやって言えば言うほど羨ましいわ。やっぱり私も早くなるみさんみたいな勝ち組人生に。だからいい加減にしてよ。ここに来るまで私だっていろいろな苦労があった。仕事ばっかりしてて楽しくないって何回も彼氏に振られたし、可愛げがないとかも言われたし、仕事してて嫌なことだってたくさんあった。それを乗り越えての今なの。今の旦那と出会えたのは本当に奇跡みたいだと思ってる。私みたいな人生を歩んだからといって勝ち組とか楽して生きてきたとかそんなことないから。まあまあ、ごたくはいいから、せっかくだから教えてよ。お洋服はどこで買ってるの？化粧はどうやってやってるの？仕事のことはまだわからないから、とりあえず今は真似できるところから。嬉しいわ、私。なるみさんに一歩近づいたみたいで。だからさ、何よ。こんなに下手に出て聞いてやってんのに何がダメなのよ。なるみさんは毎日楽しい人生を送ってるんでしょ？ちょっとぐらい教えなさいよ。なるみさんみたいにおしとやかにと思ってたら全然話してくれないし、さっさと言えよ。もったいぶるな。怖い怖い。今度は急に怒り出した。あんまり刺激しない方がいいタイプの人だな。これからもあなたの写真を撮りまくるわよ。なるみさんの洗濯物、なるみさんが行っているお店、なるみさんの髪型、全部真似してやる。子供もお揃いにしたいからどんな教育してるかも教えてね。もう関わってくるな、化け物。は？あなたみたいなタイプと一緒にいたらいろんな意味でやばいことになる。仲良くしても喧嘩売っても飛び火しそうだからもう無理。何言ってるの？私はただ質問してるだけ。そんな私のどこが化け物なのよ。あなたとはもう関わりたくないから、さようなら。ちょっと待って、聞きたいことがまだたくさんあるの。教えてよ。私もなるみさんみたいに大手で働きたいの。それからイケメン社長と結婚したいの。お願い、秘密を教えて。じゃあ私の一番の秘密を教えてあげる。え、本当？うん、とっておきの秘密というか限られた人しか知らない事実ってことで、いってらっしゃい。え、ゆりとひまわりと緑のライン。確かに一番の秘密かもしれない。こんにちは、みどりさん。え、なるみさんと仲がいい二人？これが秘密？そうですね。限られた人しか行くことも見ることもできない秘密の場所を知っています。なるみさんの中で一番大きな秘密は私たちのことかもしれませんね。意味がわかんないんだけど。多分このラインが終わる頃には理解できてると思いますよ。私はただなるみさんと同じになりたいの。あなたのような汚い人間がどうやってなるみさんと一緒になると言うんですか？見た目を真似たところでなるみさんの綺麗な心を真似することはできません。どれだけ外面を綺麗にしようとなるみさんの美しさにはかなうことがない。それどころかあなたがやっている行為はなるみさんに泥を塗る行為です。
あなたのような人間がなるみさんのそばにいることは絶対に許せません。それに、なるみさんはあなたと一緒にいるのが怖いと言いました。つまり、あなたは合法的にこの世から消してもいいんですよ。早口になってるぞ。スイッチが入るとすごいんだから、もう。でも、とにかくそういうことです。えへん。全く意味がわからないんだけど。私はなるみさんのことが大好きなんです。なので、なるみさんに関わった人のことは、24時間365日監視しています。そして、なるみさんに迷惑をかけた人は、裏の施設という名の拷問施設。ゴン！怖い施設に送られるんです。それがなるみさんの一番の秘密かもしれません。怖い施設？もしかしてあの噂で言われている話って本当だったの？私たちの町で離婚している人は行方不明が多いのはなるみさんに迷惑をかけたからってやつ、絶対嘘よね。本当ですよ。なるみさんに迷惑をかけた人はこの町、いや、生きている必要もありません。なのでなるみさんとは一番遠い世界で生きていくことになるんです。それってもしかしてあの世？そんな簡単な話じゃないんですよ。すぐあの世に行くのは楽なんですけど、ユリはなるみさんに迷惑かけた人をいじめ抜くので、簡単にはあの世に行きません。あなたたちの言っている意味が全くわからないわ。まあ、裏の施設に行って、実際にその目で見て体験すればわかるんじゃないですか？裏の施設って何をするの？なるみさんにやったことを心から反省する施設って感じですかね？今回はどんなお仕置きにするの？このゴミクズは、なるみさんに迷惑をかけただけではなく、写真を撮り、なるみさんの真似をしようとしました。なので、裏の世界で同じような目に遭えばいいんです。みどりちゃん。これからよろしくね、みどり。え、名前が一緒？どちら様？私の友達になってくれるんでしょ？嬉しいな。私なかなか友達できなかったから、これからずっと一緒にいようね。だって、私たち友達だもん。見た目も同じにするし、同じ時間に起きて同じものを食べるの。それから体型も同じにしなきゃいけないから、まずは8キロくらい痩せてもらうね。あとはそうだな、私の目に比べてちょっと小さい気がするから大きくしないと。大丈夫、私ハサミでチョキチョキするの上手だよ。あの友達なんだから全部おソロにしなきゃダメだよね。あ、もしかしたらもう気づいてるかもしれないけど、名前ももらったよ。私たちの名前も一緒なんだよ。それから身長もそうだな、あと7センチ縮んでもらわないといけないんだけど、頭を削るのと関節を削るのと足を削るの、どれがいい？友達なんだからまずは見た目から染めていかないとね。それからあとね、親知らずを去年抜いたんだけど、緑は抜いてないよね。大丈夫、私が抜いてあげる。なるほど、これは目には目を、歯には歯をってやつだね。私はあなたと友達には。友達だもんね、親友だもんね、全部一緒にするもんね。これからずっと一緒だよ、みどり。いやー、なんか斬新というかすごい子だったね。みどりさん顔を自分に近づけるっていうのは考えたことなかった。あの子にも友達ができてよかったです。おソロにしないといけないんですもんね。同じような趣味を持っている人でよかったですね、みどり。これまた悪趣味な。まあ自業自得だし、一番の友達を見つけられたっていうことだし、ハッピーなのかな。よーし、なるみさんとゆりの一番の友達になれるように私も頑張るぞ。でも一番なんだけどね。一人で楽しそうですね、あなたは。ゆり大好きだよ。はい。あなたはいつもびっくり箱のようにいきなりそんなこと。まあ私もあなたのことを嫌いではないというか、その最近ちょっと好まし。なるみさんにも伝えなきゃ。なるみさん大好きですよ。もう絶対に言ってあげません。その後、みどりさんは旦那さんと離婚して姿を消した。娘さんに勉強を無理やりさせようとしていたりしたことが旦那さんにバレて離婚になっちゃったんだって。みどりさんはその後急にいなくなったから、どこに行ったのかなって噂になってたけど、周りのみんなはなんとなく気づいちゃったみたい。ユリに目をつけられて裏の施設に連れて行かれたってね。みどりさんは一番の親友を手にできてよかったんじゃないかな。みどりちゃんは自分とおソロにしなくちゃいけないって、目を大きくするためにハサミで切開したり、身長ちっちゃくしないといけないからって骨を砕いたり、あとはどこに行くのにも一緒って言って、四六時中一緒に行動してるんだって。
緑さんはまるで人形のように彼女の言うことを聞いている。彼女が求めたお揃いっていうのはこういうことだったのかな。自分がやったことが返ってきてやっと私の気持ちが分かったのかもしれないね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。